非常識なことをするためにはまず常識を知らなきゃいけないんだよ。みんなと同じだったら一番楽だろ。不安もなくなる。でもその代わり個性もないってことになる。あいつは変わってると言われるのは光栄なことだ。一回きりしかない人生なんだから、自分の好きなように自分に正直に生きようよ。モテる秘訣は子供の心に大人の財布。何もしてないやつが、じゃあお前ちょっとやってみなって言われることはありえない。普段から何かをやり続けているから、誰かの目に留まって声をかけられるんだ。マンネリで大いに結構。他の人はマンネリまで行かないじゃないですか。定番があるのは全然恥ずかしいことじゃない。ドリフも僕のバカ殿も変なおじさんも必死でネタ作ってとことん何年もやり続けてきたわけだから、みんなマンネリの域まで達してみろって。自分の一生なんだから、自分が好きなことを思いっきりやればいいと思う。売れるか売れないか先のことは誰にもわからないけれど、自分が納得いくまでやればそれでいいんじゃないか。わかる人には演者がバカでないことくらいわかる。むしろ利口ぶったり文化人ぶったりするようになったら芸人としておしまい。やっぱり子供たちにバカだと思われているのはいい。お笑いをやってて子供にまであれは芝居してるんだよなんて言われたらみっともない。バカだと思われてるってことはそう見えるってことだから、演じてる者にとっては一番嬉しい褒め言葉だ。無駄なことでも何でも知ってた方がいい。知らないと損をすることはあっても、知ってて損をすることはないから。気取らないこと。とにかく飾らない。自分を大きく見せようとする段階で、人は嘘をつくし、それはすぐに見破られるものですよ。いろんな人たちを遊びの場で見てきた。思うのは人生は不公平だってこと。若い時からずっと恵まれてる人もいる。急上昇して急下降する人もいる。人生の後半にピークを迎える人もいる。ずっと恵まれない人もいる。人生というゲームの勝ち負けに一定の法則がないことはこれを見ても明らかだろう。ただし、一つ言えることがある。ずっと恵まれて見える人は、皆必ず努力していることだ。例外なくね。グループの笑いというのは、全員の仲が良くないとうまくいかない。最初から全力でいかないやつはその時点で先がない。誰もが思いつきそうなことを人の鼻の差ぐらい先を見越して現実化すればいいんだ。鼻の差ぐらいがポイント。それ以上先でもそれ以下でもダメ。例えば舞台であるセリフを間違える。お客さんは自分が見た回だけ間違えたと思う。でも実はわざと毎回間違えているわけです。
アドリブっぽく見せるのも一つの芸なんです。何の仕事にしてもそうだと思うけど、本当に嫌だったら辞めればいい。でも辞めないってことは自分が好きで選んだ道だということだし、やり遂げる責任も負うことになる。だから少々嫌なことや辛いことがあっても、それは自分が我慢すればいいことじゃないかな。俺なんか変なおじさんしかなくて、これでずっとやってるよ。お笑いみたいなものでも常識を知らないと本当のツボというものがわからない。常識は基本線で、お笑いはその常識という基本線をひっくり返すところでコントとして成り立っている。だから笑えるわけよ。お笑いに限らず、常識をバカにするやつに常識を超えたことは絶対にできない。何でもそうだけど、ずっと続けていると上手くなる。上手くなるとまた面白くなってきて、さらに一生懸命やろうという気になってくる。そうやって一人前になっていくんだと思う。ただ脱げばいいというのではない。それじゃあ単に下品になってつまらない。だから裸にならなきゃいけない理由をはっきりさせるように心がけている。ベンチ一つで何ができるか、といったシンプルな笑いの基本に帰るのが大事。夕方近くになってもチューブラリンという人は、能力や才能がないというより、自分自身を解放できず、気持ちが萎えてしまって、うまくできないでいることが多いと思うんだ。これまで付き合ってきた自分じゃうまくいかないなら、心の中で変なおじさんに変身って掛け声をかけてみたらいい。臆することなく思い切ってやれる。見たいけどたまにしかやっていないという放送回数を腹八分目ぐらいの満腹感に抑えてきたこと、それがロングセラーになった要因だ。今思うと、あの頃の僕はただ無我夢中で何でも一生懸命やろうとして力が入りすぎていたのだ。後になって分かったことだけど、本当はその逆で楽しく遊んでいるように見せるのがお客さんを笑わせるコツだ。こいつら本当に楽しそうにやってるなって思うからお客さんは笑う。テレビでもあまりに普通の人が普通のことをやりすぎている。そんなのは面白くない。変わった人、珍しい人、平凡な人、少し狂気のようなものを感じる人、それを見たいから世間の人はテレビや舞台を見る。芸人はもともと変わってるんだ。僕たちはそれでいいんだ。自分自身の絶対条件がクリアできれば、その他の項目には目をつぶる。人間の欲望や欲求にはキリがない。3割満足で十分でいけば、世の中腹の立つことも少なくなるだろうし、結構丸く収まると思う。客席の千何百人が一斉にドカーンって笑ってるのを舞台の上で見るのって、とてつもない快感なんです。パワーを上げてると同時にもらってるというか、ちょっとした快感じゃなくてものすごい快感。そのために裏で苦労して考えて考えて、より面白いことを追求することができるんだと思います。何よりお笑いには音楽性がすごく大事。お笑いは間とタイミングで決まるものなんだけど、そのセンスはまさに音楽的センスであり、リズム感なんだよね。コントの会話のリズムもそれを少し狂わすから面白いのに、もともとのリズムが分かってないと狂わすこともできないわけだから。
お金は利を得るために使うものという意識をいつも持っている。らしく見せるコツは何か。僕の場合はその人を徹底的に好きになることだ。今の若い芸人の番組なんかだと最初のメインがなくて遊びの部分ばかり多くてゲームになっている。本当は何をしたいのかがどうもよくわからない。そもそも真になるやりたいものがないのか、15分とか20分の長くてしっかりしたコントを作るのが大変だから逃げているのか、そのあたりが僕には不満なところだ。でもその辛いところをしっかり作っておくと他のコーナーが生きてくる。飽きられず忘れられず、これがキャラクターブランドを長期にわたって維持していくための戦略。大丈夫だーでは1回の放送分で10くらいのコントをやってたけど、僕はこの人はこんなタイプ、この人はこんなタイプときちんとキャラクターの性格を決めていた。そうじゃないとみんな一緒に見えてしまう。一番頭の俺が当たり前のことをきちんとやることで現場にいい意味での緊張感が生まれてくる。多少辛いとかなんとかあってもね、舞台で受けちゃった時の気持ちよさ、あの感覚はやめられないね。俺はいつでも個性は変人、常識は凡人でいたいと思っている。人に何かを伝えたいなら嘘をついちゃいけない。私はこう見えてもバカですよ。古今東西、いつの時代も自分が楽しいと思わない仕事から良い結果は生まれない。よくマンネリと言われたけど、僕は笑いにはマンネリは絶対に必要だと思う。お客さんにすれば多分こうするよ、ほらやったと自分も一緒になって喜ぶ笑いと、意表をつかれたそうきたかとびっくりする笑いの2種類あると思う。全部意表をつかれてしまうとお客さんも見ていて疲れてしまうだろう。偉い人の咳払いがダッフンだって聞こえたのがすごく耳に残ってた。仕事に限らず何でもそうだけど、俺頑張りましたってところが見えてしまうようではまずい。頑張ったとか努力したということをことさら強調するやつがいるけど、それって手品ですぐさま種明かしをしてしまうのと同じじゃないのか。意図も簡単にやっているようで、実はその裏で血のにじむような努力と完璧な準備があるからこそ金を取れるものになるわけなんだから。とにかく面白いコントを作りたい、そう思わせた最大の要因はやっぱり育ってきた家の中の暗さにあったんじゃないかな。親父は小学校の教頭をやっていたんですけど、ガチガチの堅物でね、普段はニコッともしない。しかも講道館柔道の5段なんですよ。講道館柔道というのは実践的な喧嘩柔道で、実質的には5段以上はいないと言われてて、本当怖くてね、下手に口答えでもしようものならすぐにバーンと足払いですから。そんな家に笑いなんかあるわけないじゃないですか。そんな雰囲気の中、夕飯の時お笑い番組をつけていると、それを見て親父がクスッと笑う。その瞬間、家の中がパッと明るくなるのが嬉しくてね、ああ笑いの力ってすごいんだなって。だ踏んだ。はい、ご苦労様です。